はい、ゾーンパターンズの森です。今回ですね、草刈りやります。全体的にね、さーっと刈って、でそれで掃除して、でまた刈って何回も掃除すると、何回も刈った方がね、綺麗に細かくできますし、何回も掃除した方がやるのはね、楽というような感じですね。やり方のこの操作なんですけど、片側だけで切った方がやりやすいですね。例えば、こっちに行く時だけ刈るみたいな感じの方がやりやすいです。どっちもやっちゃうとね、寝るのがどっちもになっちゃうんで、ちょっと面倒くさくなっちゃうというような感じですね。どっちに寝てたら、それはね、枯れてるのか、それとも枯れてないのか、ただ寝てるだけなのかっていうのはね、判断つきにくくなっちゃいますし、あとね、棒のところでね、ちょっとそのゴミをですね、こう乗せて、移動さすっていうのもね、結構重要なことになると思いますんで、まあそれを意識してね、やれればいいんじゃないかなと思いますので、ちょっとやってみますね。で、ちょっと花粉症なんでね、僕ね、すいません、マスクしてますんで、最近はマスクいじってたんですけど、すいません、マスクしますんで。今ね、1回目刈り刈ったんですけれども、そんなね、細かく追いかけて刈らなくても別に全然大丈夫っていう感じで、このくらいね、ちょっと残ってる状態でやってて、で背のね、高さもこのまだね、全然刈り残してる状態で、今かなり高かったんで、高さを下げたというような感じですね。そっちの方がね、刈りやすいんですよ。というのも、こうゴミがね、要するに残ってる状態で刈ると刈りにくくて、うまく刈れないんですよ、こういうところとかね、背が高いやつがあると。なんで背を低くしたというような感じですね、1回目は。でこれで1回掃除してあげて、でもう1回やって、高さをまた下げていくと、それを繰り返していくっていうようなイメージなんですね。ちょっと落ちますね。はい、今ね、軽く掃除したんですけれども、これでまた刈っていくというような感じですね。じゃあちょっともう1回刈ってみますね。どこを買ってどこ買ってないのかっていうのがあんまり分かんないんで、
そういう風にするというような感じですね。なんでまあもう一回ね、全体的にあの掃除してあげて、もう一回刈るぐらいの感じでいいんじゃないかなと思いますね。やっぱりね、最初から何回か刈るっていうのを目指した方が早く綺麗にできると思いますね。はい、という感じでね、あの草刈りこんな感じでやれば大丈夫なのかなと思いますね。僕ちょっとね、あの花粉症なんでマスクやってますね。花粉症の人いると思いますんで、マスクやるとね、だいぶ違うと思いますね。僕は草がね、ダメなんですよ。あの鴨ヶ谷っていうね、草なんですけど、ちょっとあの入ってるのか入ってないのか分かんないんですけどね。とにかく草刈るとちょっとね、鼻水出ちゃいますんで、まあそういう人もねやれますんでね、全然という感じで、何回かね、もう最初からやるというような感じのイメージで最初からねやっといた方がいいんじゃないかなと思いますね。特にね、背が高い草刈るときはもう一回サーッとやって、で掃除して、またもうちょっと背をねこう下げてって、下げてって下げてって、細かいところやっていくっていうようなイメージで全然ねいいんじゃないかなと思いますね。という感じですね。綺麗になりましたね。